終了。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、今日は何をするかと申しますと、りょうちゃん苦手なものって何ですか？苦手なもの、りょうちゃんが苦手なもの、この世の中で、この世の中で虫だよね。虫、虫、そうなの。苦手なの。りょうちゃんが一番苦手なのは虫、うん、で、その中でも一番苦手なのが昆虫とか、うん、幼虫だ。幼虫がね、想像しただけでもちょっとうってなる、うん、そうで、うん、俺思いつきました、うん、今回の動画はですね、うん、なんと、うん、食べ物に異物が入ってたらどういう反応するかドッキリ、イエーイ。異物？ひょにょ。異物じゃないの？虫？虫。そう。さっきまで、そう。一応、りょうちゃん寝てたんですけども、昼寝してて。まあ、昼ご飯僕ら食べて、うん、で、その後、りょうは寝てて、で、僕は好きなことやってたんですけど、うん、パッて思いついて、うん、あ、この人が嫌いなの虫だって思って。なんで急にそんなの思うのよ。それで、もしそれが食べ物に入ってたらどう思うんだろうって思ったの。うん、でね、りょうちゃんが寝てる間に虫を買いに行ったの、うん、食べれる虫ね、もちろん、うん、食べれる虫を買いに行ったんだけど、なかなか売ってなくって、で結局じゃん、煮干しになりました。煮干しってさ、うん、多分日本人だと、まあ大体平気じゃん、うん、平気だと思う、まあ、食べ慣れてるし、魚だしね、でも今回用意したのが、うん、デザート杏仁豆腐、ね、杏仁豆腐の中に煮干しが入ってたらわってなるかなと思って、うん、さっきまで撮ってました。もう撮り終わってまーす。まあなんかね、その虫もさ、俺検索したんだけどさ、うん、そしたらさ、もうめっちゃちょっとグロいの。俺でもさ、結構虫平気な方なんだけどさ、うん、ちょっとこれ買ったところで、使い切ることはないなと思ったの。うん、そうね。多分食べきれないよ、ね。食べきれないで、まあなんか誰かにあげるかもしれないんだけど。で、それね、煮干しだったら、まあ、用途いろいろあるわけで。まあそうね、そのまま食べれるし。食べれるし、うん、出汁にもできるし、って思って、でもこれが入ってたらびっくりするだろうなって思って、撮影したので、ぜひ、はい。ご覧いただければと。思います。ひょにょ。終了。りょうちゃん何時に起きんの？もう撮るの？ん？もう撮るの？まあ、いやいや、何時に起きんのかな。もう録画してんじゃん。何時に、何時に起きんのかって言ってんのよ。起きる時で起きる。これさあ、うん、杏仁豆腐もらってるからね。なんで？いいじゃん別に。食べて、食べさせてあげる。いいよ、いいよ、いいよ。あんま寝すぎると良くないから。はい、あの、なんだよ、え、気持ち悪い。それだけ？
それだけ？だってもっとビビると思った。いらないいらないいらない。だってさ、なんでいりこが刺さってんのよ。いや本当は虫にしたかったの。でも虫が売ってなかったの。だからでもそれは売ってないよね。そのそういう魚類だったらさ、うん、魚類がさバッて入ってたらさ、うん、ちょっとびっくりするじゃん。うん、びっくりした。おいしい。終了。多分虫が入ってたらね、俺投げ飛ばしてるかもしれない。いや確かに虫なかったんだよ。いや売ってないです虫なんて。ドンキホーテ行ったんだけどな。何虫が売ってるってどういうこと。虫を食べれるコオロギとかイナゴとかあるじゃん。うん、それで驚いて欲しかったのに。驚いてよ。驚いたじゃん。微妙じゃん。もう一回入れるね。じゃちょっと待って、もう一回入れるから。もう一回入れるわ。どういうことよ。ちょっとやらせで驚いて。どういうことよ。本当にひょうにょ。はい、テイク2いきます。うん、よちゃん。何食べない？俺の。食べる。食べて。うん。なんだよこれ。ひょうにょ。はい、というわけでですね、実はまあカメラ設置したところからもう撮ってるしってバレたんだけど、虫が嫌いな彼にどういう反応するかやってみました。イエーイ。本当は虫が良かったけど魚になっちゃった。うん、まあ食べれるからね。食べれる。虫だったらどうだった？まあでも多分何イナゴとかさ、うん、まあハチの子とか、ああ、まあ食べれるんだけど、うん、多分俺もう無理だな。いや俺も無理だ、うん、もう今ネットでさっき見たんだけど、もうそれでもうわーってなる。ああ、多分食べれなかったから。この魚にしたら食えるじゃん何でも。うん。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。